思う男性の理想像みたいなありますか？毛の処理ってどうしてるんですか？藤川ちゃんグラビアやりたいの？ナリオチャンネル、グラビアからこうデビューされてって感じじゃないですか。グラビアの時って本当想像つかないんですよね、この見てる側からしたら。視聴者の方というか、そう、女の子に着かぶったらどうするんだろうみたいな、みんなどうしてるんだろうみたいなとかすごい気になってました。でも気にしてない人が多い。あんま。そうなんですか。すごい着替えるじゃない、いっぱい。そうですね。だから気にしてられないから、あ、確かに、なんかあんまりちょっと見ないでもらっていいですかっていう人ってあんまりいなくって、どこでも着替えられますよみたいな、はいはいはい、いうタイプになっていくって感じかな。私も正直全然どこでも着替えられるかも。ただグラビアの着替えで一番めんどくさいのが車の中で着替えるの。でも一回濡れるともうえぐいのよ。確かに。キュッキューってなっちゃって確かに。でも着替えがもう毎回本当に地獄。そうなんだ。でカーテンがない車もあるの、海外とか行くと。はいはいはい。となるとあのスタッフの方がこうやってバスタオルでこうやって隠してくれてて、超発砲。そこで狭いしからバーってなんかもうこう飛び込まれながら着替えたりとかが結構大変だったかも。女の子の日。ああまあ。でもその回避できるんだったら回避したいんだけど、はい、例えばじゃあ水に濡れるか濡れないかでも違う。へえ。結構みんな、なんだろう、着るもの、着る水着の面積の狭さとか、はい、あと水に濡れるのかとか、はい、なんかそういうのは事細かに聞いてやってるかもしれない。グラビアで水着着るときって毛の処理ってどうしてるんですか？でも脱毛行っちゃえば全然早いんだけど、はいはい、私あんまやってないかもしれない。そうなんですか。藤川ちゃんグラビアやりたいの？写真集の撮影をしたじゃないですか、はい、しましたね、前日。そう、男の人も綺麗だと思うし女の人も綺麗だと思うぐらいの体だなっていう印象だったんですけど、この間なんか結構仕上がってて、というかな、確かに普段、ね、そのボディ企画とか、はい、の雑誌のグラビアをやるときはあんまり絞らないの。そうですよね。なんか絞らない方が、はい、その女性らしいこの丸みだったりとか、はい、柔らかさが出るかなって思ってあんまりダイエットとかしないんだけど、はい、写真集はちょっと別で。そうなんですね。前回の写真集の時も今回の写真集の時も1ヶ月ぐらいちょっとジム行ったりとか、なんだろう、主食を抜いたりとかはしたかもしれない、はいはい、うーん。でもあんまりバキバキになっちゃうと、はい、こうヘルシー企画みたいになっちゃうから、はい、なんかその中間ぐらい、はい、お肉感はあるけどヘルシーだけど、はい、なんていうんだろう、なんだろう、その中間、柔らかさと、はい、しなやかさとみたいな健康さの、はい、合わさった体ぐらいにしようっていつも思ってるかも。なるほど。でもなんか写真集とかやっぱ見てると、わエロいこうしてんなみたいな写真ってあるじゃないですか、はい、そういう時も、うん、何も考えない。ただグラビアって職人な、職人技なの結構、はい、じゃあ例えばアイス食べてください棒の、はい、っていうシーンがあるのよ、はいはい、エロく食べる人はもう舐め回すように食べるし、はい、アイスをね、でも爽やかに取れた時はカリッて噛むの、はいはい、だから結構そのグラビアならではの細かいなんかそのポイントっていうのがあって、はい、みんなもう職人技だよ。この辺来た時はちょっと手でこういうのやってみたりとか、もう本当にテクニックだと思う。すごい、そんなこと考えながらやってるんだ。大丈夫ですか本当に。めちゃめちゃ細かいですよ。癒します。なんか癒しません。酔っ払ってます。酔っ払ってます。あ、じゃあどんどん聞いていきます。ゆうさんのプライベートのことで。はい、どうぞ。ゆうさんが初めて彼氏ができたのっていつですか？彼氏いましたよね。でもオタクとは言っても、オタクとは言ってもいた。いつですか？中2。何くんですか？ちなみに言えない。見てたら超恥ずかしいもん。ダリオチャンネル。当時付き合ったら、はい、なんかお揃いのキーホルダーをディズニーストアで買ってつけてたへっていうのがなんか流行ってたの、はい、なんかそれが
通みたいな、はい、付き合ったらまずディズニーストアでお揃いのを買う、はい、で一緒に帰るっていうのがもう2セットであったの。でも私なんかその時心はオタクだったなと思う、はい、ギャルとかに憧れてはいたけど、はい、目がちょっとネクラだったからなんか人と一緒に帰るっていうのが嫌だったの。どうしてもで一緒に帰りたくなくてオープンしました。理由がじゃあそういじゃなくて、うん、リオさんが思う男性の理想像みたいなありますか。なんか今までそのタイプの好みの方みたいなのを、はい、インタビューとかで聞かれると、はい、優しい人とか頼りになる人とか言ってたんだけど、はい、この間女子会をした時にまたそういう話になって、はい、なんかアニメだとどのキャラクターみたいなのを話したの、はいはいはい、その時にやっと明らかになったんだけど、なんかダサい人が好きっぽいなんて言うんだろう、ずっと今まででずっと好きなのは8日目のりょうさんが一番好き。小さい頃からりょうさんが好きで、りょうさんと結婚したいってお母さんに言ったらギャンブルするからやめなさいって確かに若いですけど飲んでいただいて。リュウさんって勝負下着あるんですか。ないないんですか。ある、持ってない持ってないんですけど、この間この間ラジオでエロ顔パンツを買ったみたいな言ってたから、リュウさんの下着事情ってどんな感じなんだろうと思って。仕事の時はもう 100% ベージュ。確かにそれは確かにそうですね、衣装があれですもんね確かにもう 100% ベージュかもしれない。どんな仕事でも好きな形のものがあって、はいはいはい、それを10枚ぐらい持ってる。そうなんですね。そう、なんか毎日同じの着てそうです。洗ってっか、はい、洗ってないとは思ってた。私たまに思うのこれ毎日同じって思われてるかなって思ってるんだけど、あれ洗ってるから。なるほど、どうしていっぱい持ってるっていう感じかな。でもなんかよく女性誌で特集とかあるじゃない、はい、なんか男の子のアンケートとかがついてるやつあるじゃん。 はいはいはい、あれで確か黒とピンクが1位な感じだったのよ、ちょっと。そうなんか私は黒かピンク。聞きました統計的にね、そういうのがいい。黒かピンクがいいって書いてあるから、はい、そこは統計を取るかもしれない。ああ確かに、まあ、事故らないですもんね。事故らないのが一番。あ、そうなんだ。どうしてんのどうしてるかな。どうしてるの。でもでも統計、あんま統計を行きたくないなと思っちゃうタイプで、おネイビーとか、うん、パープルの、くすみパープルみたいな、はいはいはい、ラブレンダーみたいなの。あ、そうそう、みたいなやつの方が実は可愛いんじゃないかなと私は思ってる話。確かにな、ライトピンクとかなんか普通かって感じがしちゃうんで。確かに、なんかその私はベージュを普段着てるから、はい、黒とピンクが特別感あるんだけど、あ確かに普通の女の子からしたら黒とピンクって結構レギュラーというか普通だよね、日常的に着るような色も。確かに、ベージュのもう魔の手に取り憑かれてるから毎日ベージュ着て、毎日ベージュだからやっぱり黒ピンク憧れるな。私は、うん、あと私酔っ払っちゃったんですけど大丈夫ですかね。こんな感じで藤川ちゃんとの宅飲み企画、はい、もう今後どんどんやっていきたいと思いますのでお楽しみに。藤川ちゃんもちょっと、はい、したいこと、はい、相談など、愚痴などあと、貯めといてください。貯めときます。ちゃんと次回までに。お願いします。ありがとうございました。はい。